金世の行動区式の鉱山の行動を三つびし、微梅太鉱跡の縦鉱の巻き上げやぐら行動とは、地下に作られる通路のこと。主に鉱山などで、採掘のために掘削される。鉱山では交渉に沿って掘り進められ、金のように価格が高い資源では、地下3000メートル以上まで掘り進められた例もある。日本では別名、マフ、マブン、カンポとも呼ぶ。 金属の鉱石や宝石などが地表に露出していたり、露天掘りで採取できたりする場合以外で、人類は坑道を掘ることで地下深くの資源を入手してきた。日本では若杉山遺跡において、新社を弥生時代に採掘した可能性がある坑道が発見されている。坑道内部は坑道が崩落する落盤事故を防ぐため鉱木で、死保される。 鉱木は高湿度環境では普及の進行が早く、それなりの頻度で交換や行動そのものの補修が行われるが、廃坑になると高校を塞ぐ程度で内部のメンテナンスは行われなくなる。吹きや銅山の笹瀬行動のように観光用に保全されたり、神岡鉱山のスーパー神岡んでの施設や河津鉱山のように再利用されたりすることは稀である。このため、 埋め戻しがされていない行動が長い年月を経て、落盤により埋没し、その影響で地表面が大規模に陥没する事故がしばしば発生する。また、出水量の多い鉱山では、鉱内に溜まりきらない排水が圧力などから地面から噴出し、鉱山周辺の道路や建物が浸水することも稀にある。日本では、閉山した鉱山では、鉱校の封鎖が義務付けられている。 採掘が終了した鉱山の行動などの施設は、経済産業省が地方ごとに鉱山保安監督事務所を設置して監視していたが、2005年より規制を合理化し、産業保安監督部へ編入、改装、民間の自主性を活かした保安確保への転換が図られている。採掘が終了した鉱山の行動では、残されたズリから鉱物採集を行うマニアや、 廃墟マニアが侵入を試みる例が存在する。しかし、行動には、エレベーターや廃管類を撤去した後の縦穴などが、無数に存在し、落とし穴状態になっていることも珍しくはなく、危険である。また、校内は、立体的かつ複雑に分岐し、道に迷うこともあり、さらに可燃性ガスや有毒ガスの発生や貧酸素化、崩落、浸水などの危険もある。 敵の陣地や城を攻略するために、その地下までトンネルを掘ることを、行動線と呼ぶ。また各実験場など地下軍事施設への人員の、デイリア兵器、物資の搬出入りに使われる通路も、行動と表記される。ありがとうございます。